藤原南家とは、奈良時代の藤原富人の長男である、藤原ムチマに始まる藤原氏の一流。南家の将は、ムチマの邸宅が弟、房崎の邸宅に対し南に位置したことに由来する。子孫は、朝廷内では房崎を祖を外する、藤原北家に押されて振るわなかったが、ための利流、藤原南家の工藤氏、伊藤氏、二階堂氏、相良氏など、 武家の名族を数多く輩出した。飛鳥時代から奈良時代にかけて律令国家の確立を主導した政治家、藤原夫人の四人の男子は仁紀六年長屋王の変により性的長屋王を排斥し、妹光明氏を聖武天皇の皇后に立てて政権を掌握した。四兄弟の長兄であるムチマロは平等の主犯を務めて、 右大臣まで登ったが、天平九年天然党の流行のために、他の兄弟と共に病没してしまう。その後平等の実験は、後進の立花処刑に移ったが、その下でムチマロの長男、藤原とヨナリは、順調に昇進し、天平官票元年右大臣に任せられる。一方、同年後見天皇が即位して、皇太后退号となった、皇明子の下に、 守備中隊が設置され、老いの間丸が、長官に就く。間丸は、守備中隊を、大長官とは別個の国政機関としてその権限を強化していき、諸家の小立花なら丸が中心となって、これを排除しようと企てた乱務を未然に防いで、多くの皇族、他氏族の他に、豊なりを含めた政敵を一掃する。順任朝では、息子三人を参議に任じ、自身は、 人心発の大城大臣まで上り詰めたが、天平法治八年、江を死活の乱により失脚した。その後奈良時代末期から、平安時代初期には、ムチマロ、ふささきの弟馬会に始まる藤原指揮家が、台頭し、南家の勢力は低落する。関武友において、豊成の子つぐっただと、ムチマロ三男をつまろうの子ゼコが続いて、 右大臣となったものの、続く平城朝の大道2年に当時政権2番手、3番手の座にあった大納言、藤原武志とも、中納言、藤原乙明が、伊予信号の変に連座して失脚し、豊なり、乙麻呂の系統も衰退した。佐賀朝に入ると、ムチマロ四男小瀬マロの子孫である佐田氏、ただ 三種が中納言まで登るものの、順納町に入ると、しばらく南家出身の犠牲官が、不在の時期が続くなど、大臣を出した北家や四季家に比べ勢力を伸ばすことが、できなかった。人と明朝では三種が、右大臣に上り南家から約50年ぶりの大臣となるが、わずか在任2年で没すると、異語急速に対頭した、藤原北家や源氏の勢力に押され、 三十年以上も、南家から枠業を出せなかった。平安中期以後は、小瀬麻呂の子孫が中華級貴族として続き、学者を多く輩出した。平安時代末期に、平野清盛と結んで誠意を得た、陰近神、藤原道則は、その代表である。また、後白河法皇の近親で後に、純徳天皇の外祖父となった、半期の子孫から、 同情家である高倉家に会合が出た。なお、おつまの系統で、平安中期に武人として、頭角を表した、藤原為めのの子孫は、地方に下って、各地の武家となり、工藤氏、伊藤氏、伊藤氏、二階堂氏、相原氏、吉川氏、天野氏などを出した。藤原南家警府とよな流、中丸流、おつま流、小瀬丸流、佐だ氏光栄邸。 すぐ公営、道のり公営、道のり公営。ありがとうございます。